こんにちは、尾鷲市地域おこし協力隊の池山千明です。愛知県出身の28歳です。私は去年の10月に着任して移住生活半年となります。私は2013年から ABEX に所属して芸能活動をしています。今も芸能活動をしながら地域おこし協力隊として活動しています。協力隊とか尾鷲市のことについて全然知らなかったんですけど、マネージャーを通して尾鷲市の魅力発信を SNS でできる人を探しているということを聞いて、で今まで芸能活動の中で SNS を使用しながら活動していたので、何か活かせることがあるんじゃないかなっていうふうに思って応募してみました。で実際に尾鷲市に行った時に、尾鷲の自然だったりとか、あと人の温かさに触れたり、あと私は釣りが趣味なので、その釣りをねたくさんできる場所としてすごい私は魅力的な街だなっていう風に感じたので、移住して魅力発信担当を務めることを決めました。私のミッションとしては、暮らし、人、食など尾鷲の魅力を多様多ツールで発信、移住促進、関係人口につながるプロモーションをするというミッションで、 Twitter や Instagram の発信だったり、その着任した10月からは YouTube を毎日配信しています。 YouTube で動画として尾鷲の魅力を発信しております。まず尾鷲に移住して、私も全然知らないことばかりなので、尾鷲について知っていく動画という感じで、いろいろ尾鷲の地域の方々に協力してもらいながら、いろんな体験をさせていただきました。着任当初にですね、北村商店さんでメヒカリの干物のさばき方を教えてもらったんですけど、干物にさばくのは初めてで、でこの日はこの後自分でさばいた干物を持ち帰って家で干してみたんですけど、猫に取られちゃうというハプニングがありまして、その動画もね、YouTube の方にアップしているんですけど、今ではちゃんと干物用のネットを買って自分で干物にして生活しております。こういう感じで、成長を見ていただきながら、移住生活のリアルを楽しんでもらって、少しでも移住に興味を持ってもらえたらなっていうふうに思ってます。で、尾鷲勇商店さんでは生節のさばき方について教えてもらいました。で、生節は尾鷲に来るまで知らなかったんですけど、尾鷲の特産品ということで広めていけたらなというふうに思っています。で、尾鷲向かい農園さんの細こいたくあんになる大根の収穫、そして干す作業で、さらに最後つける作業まで、一連させていただきました。魚鉄商店さんでは1000円でどんなお造りを作ってもらえるかっていう検証企画みたいな形で YouTube にアップしました。で、尾鷲は海と山に囲まれた自然豊かな町ということで、小学生と一緒にシーカヤックとかスタックラインの体験もさせていただいて、私も全力で楽しみながら自然と触れ合いました。見ていただいたように尾鷲の方々にはたくさん協力していただきながら、尾鷲の人物、自然に自分自身触れ合いながら尾鷲の魅力を感じて、それをそのまま動画として発信しています。また私の趣味である釣りもたくさん尾鷲ではしています。移住するまでは、釣りは月1回船釣りに行く程度しかできてなかったんですけど、尾鷲は海の近い町ということで、堤防釣りだったり枷釣り、イカダ釣り、いろんな釣りを手軽に楽しめる場所
ということで、私も釣りは本当に楽しみながら、まあ、自然豊かな町であるということもね、動画で伝わるように YouTube をアップしています。で、釣りをした後はさばいて食べているんですけど、さばくのも徐々にうまくなっているんじゃないかなというふうに思っています。で、この尾鷲でたくさん釣りをするようになって、アングラーズアイドルオーディションに去年の冬に応募して、オンラインイベントで行われたオーディションに参加してグランプリを取ることができたので、第12代アングラーズアイドルとして今後は活動することとなりました。これは本当に尾鷲の方々もすごくたくさん応援してくださって、慣れたアングラーズアイドルだと思うので、今後尾鷲の魅力をね、このアングラーズアイドルを通してたくさんの釣り人だったりとか、まだ釣りに興味がない方にも、伝えていって、まあ、釣りも尾鷲を知るきっかけの一つとなればいいなというふうに思っています。今後はアングラーズアイドルとしても尾鷲の釣りの魅力をたくさん PR して、釣りが尾鷲を知るだったり、尾鷲に行くきっかけの一つにもなるのではないかなというふうに思うので、きっかけ作りをしていけるような活動をしていきたいなというふうに思っています。移住してから外でいろいろ人だったりとか、まあ、自然に触れ合いながらの動画が多かったんですけれども、コロナ期間中は活動を自粛していたので、ネットで購入できる商品紹介をたくさんしていきました。コロナ期間中で、皆さんも活動自粛で家にいる時間が多いと思うので、全国各地で尾鷲を感じてもらえるように、ネットで購入できる商品紹介なんですけど、をしたんですけど、主にふるさと納税の商品を中心に、紹介していきました。動画の工夫としては、まあ、商品紹介だけでは毎回毎回同じような動画になってしまうので、そこに YouTube でよく見られるような、内容の企画を考えて、それと組み合わせながら、商品紹介をする動画を撮っていきました。概要欄の方にお店の情報だったり商品紹介を詳しく載せたりして、で、購入サイトも載せて概要欄を充実させて、見た人が動画を見るというだけではなくて、購入だったりとか、まあ、興味を持ってもらえるような動画のアップの仕方を工夫しました。 YouTube だったり Twitter のコメントで購入したよとか買ってみたいとか、釣りで行った時にここのお店に寄ってみようかなとか、そういうコメントもいただいたりしていて、動画を見て興味持ってもらえた方がいたんだなっていう風に、まあ、コメントを通して思うことができたのは、まあ、良かったことだなっていうふうに思います。今後もその興味を持ってもらえる人を増やしていけるような動画の投稿の仕方を工夫しながら頑張っていきたいなというふうに思っています。最後にコロナのね、この状況が落ち着いたらやりたいこととしては、尾鷲の飲食店を
盛り上げていきたいなというふうに思っています。まあ、全国的にもね、飲食店っていうのは時短要請があったりとかいろいろ大変な状況があったと思うので、大橋の飲食店に、食べに行ったり、まあ、テイクアウトしたり、飲みに行ったりとか、いろんな形で、そして YouTube 上でなんかいろんな企画をね考えながら、飲食店を盛り上げていけるような動画を撮っていきたいなというふうに思ってます。そして地方にね行く仕事もあるので、その時にオアシに関連するお店だったりとか、まあ人だったりとか物っていうものが、まあ全国各地にいろいろあるっていうことを知ったので、まあ例えば名古屋にオアシっていうお店があるとか、そういうものがあるっていうのを知ったので、名古屋に行った時にそのお店に行って、オアセとのつながりはあるのかどうか、つながりがあるとしたらどんなつながりがあるのかっていうのとかね、話を聞いたりして関係づくりを、していけたらなというふうに思っています。今年はアングラーズアイドルになることができたので、もちろんオアセでのね釣りをすごい楽しんで、まあ、自分の SNS だったりとかで発信していくことと、あとアングラーズアイドルとしてのお仕事をさせていただいた時にも、オアシのね魅力を、私が発信していけるような存在になりたいなというふうに思っています。また、今年1月から2月にかけてココリズムオアシの、ヒーリングツアーのアンバサダーもさせていただいたりとか、オアシ市がいろいろ地域おこしとして取り組んでいる、ものにも参加させていただいたりしたので、今後もそれは継続して、市と一緒に協力し合って盛り上げていけたらなというふうに思っています。今後ともよろしくお願いします。以上、池山千明でした。